ここいつものやつばっかりだな。いつもの日向。あ、ちっちゃいのがいっぱいいる。うん、あ、コクワだった。日向いないな。筋。ねえ。なんか行っちゃったかな。次行きますか。はい。これ日向かと思ったらベタベタのやつ。違うね。これ何？これ日向のメスじゃない？これ。ほら。あ、日向じゃんこれ。オスだった。めっちゃちっちゃい。なんか大桑みたい。大桑じゃないよね。めちゃめちゃ赤いもんだって。うん、もっとこのさ羽に線が強いでしょ大桑は。うん。でもわからんよね。すごい綺麗。でも真っ赤っかだよ。ねえ。うん。すっごい綺麗。美しいなこの日向は。ねえ。うん。キープアンドリリース。キープもしません。はい、そうちゃん。面白い。あ、ヒラタオル。でかいしかも。はい、取れ早く取れ。どう60ある。また？ふわ。ああ結構いいサイズ。でも結構こんなとこにおるね。ほら、あ、穴開いとるじゃんやっぱり。ほら。わあ。やっぱおるんだって。やっぱいるね。ちょっと待って、ちょっと暗いな。誰も。60ある。ありそうだね。あるよ。これもありそうだね。うん。ちょっとギリ60ぐらい。うん。ありそう。よし。キープアンドキープする？うん。いやこれはした方がいいでしょう。マジかよ。いくでしょう。ちょっと待って。さっきのやつの方がでかいな。でもこっちの方がでかい気がする。ここに入れてみよう。はい、はい、どう？同じぐらいじゃん。これ60あるかな。やっぱあるよ。いやマジでこんなとこに穴開いとるもんでしょう。じゃあもうね、ほんとね、根元チェックだよ。でパパが案内したいとこはここじゃなくて、もう一箇所面白い場所があるんで行きましょう。はい、そうちゃん、ここほらでかいのおる。でかいんじゃないこいつも。はい、取って口出しとる。ここにおるよ。ここにおらん。その色はこの色いない。あ、おる。ちっちゃい。あ、ちっちゃいな。うん。それ58かな。ちょっと測ってみようここで。ここは60いなかったの。ほらこれ微妙に58。58。ないでしょう。ない微妙に。でしょう。さっきの2ミリぐらい違うんだって。大きさも違うじゃん。大きさも。太いのと。ちょっと比べてみるか。お、ここにもある。ほら。こいつはちっちゃい。これの方がちっちゃいんじゃない？ほら。ああ、でも同じぐらい。でもこっちの方が大きいんだって。違うでしょちょっと。微妙にね。じゃあパパがこれ。ちょっとこれサムネ映えするからちょっとケースに入れて写真撮ろうかな。あ、全部？うん、これと2匹だけこうやって入れて。ちょっとどんぐり出そっか。いらん。でかすぎるね。やばい。今危なかったよ。ほらちょっと違うわんサイズ。ちょっと入れて確認してみましょう。ああ。ほら違う。短いでしょう。違う。ほら。違う。短いことない。これはこれ結構あれ大きそう。大きいけど、あー、まあでも迫力あるね、ヒラタってね。ヒラタって迫力あるわ。一番これが太い？あー、分からん。でもこれかこれで。やっぱこうやって前にグッとつけた時に大きさが違うな。うん。ちょっと待って、これ出してこっちに並べてみようか。この子どうサイズ？あー、やっぱり大きさが違うね。このお尻のサイズが。これでもこいつもでかくない？あ、ちょ見してこれでコンプリートじゃん。ここケース取って取って、はい、コンプリートした。コンプリートケースコンプリートこれサムネだな。サムネだな。これサムネだな。これサムネだな。かわいいですよね。いや、ちょっと1匹ずつ測って、間違いなく多分この2匹はでかいから、1匹ずつ家で測る。いや、もうそんなの全部持って帰ったってしょうがないから持って帰らんよ。うん、60アップしか持って帰りたくないし、せっかくです。これで明らかにちっちゃいね、この子は。うん、ちょっと測ってみます。はい。とりあえずやっぱり、このワン、ここで取ったやつ、ここで取った2匹3匹3匹3匹どっか行っちゃった。あれ、あと1匹どっか行っちゃった。でこの2匹やっぱり60超えてます。はい。これこんな感じ。これ取るね。これ取るんだよね。知ってるかな、お尻。うん。超えてる。はい。だからこの2匹はそうちゃんキープで持って帰る。持って帰りたい。はい。60。あとはこの子たちは。そっとしとこう。なになに。なんか変なやつおる。はい。やったね、今日。やったよ。今日やったよ、マジで。そうちゃんの前で60アップ取れたよ。マジで。よかったよかった。うん、これからさ、どうせ60とか58とか59とかしか取れんようになったら。いや、これからもっと出てくるから。うん。これからが本番。本番。じゃあ。今日はもう帰ろう。うん、はい、ご視聴ありがとうございました。どっか行ったの。あ、ここにおるぞ。フラフラしとるわ。鳥に食べられるなよ。食べられるって言うかけど。かぶしとけや。枯葉。